アントニーン・レイハアントニーン・レイハは、チェコ出身の作曲家、音楽理論家。フランス及びドイツでの活動が長かったことから、フランス名、アントワーヌ・ライシャ、ドイツ名、アントン・ライシャでも知られる。24曲の木管50奏曲をはじめとする、管楽器のための作品を多数残し、この分野での開拓者となった。音楽教育面では、パリ音楽院の作曲家教授として、 フランツリスト、エクトル・ベルリオーズ、シャルル・グノー、セザール・フランクラを育てた。ルートビヒバン・ベートーベンとは同年生まれで、友人でもある。理論家としては、19世紀を超えて20世紀に通じる、処方を予言していたが、評価されたのは21世紀に入ってからである。霊派の創作活動は、オペラやカンタータ、7曲の公共曲、還元楽曲をはじめとして、 あらゆるジャンルにわたっているが、現在でも演奏されるのは、室内楽の分野、とりわけ木管五重奏曲、フルートのための二重奏曲など、管楽のための楽曲である。近年では、ピアノ曲の再評価が進み、イヴァン・イリッチらにより録音が増えている。詳細については、EN リスト・オブ・コンポジションズ・バイ・アントン・レイハを参照。レイハの高等作曲協定。 トレート・デオート・コンポジション・ムジカーレは、カール・セルニーが1835年頃にドイツ語、翻訳するなど、各国で広く用いられ、作曲理論家としても、名声を獲得している。霊派の著作は20世紀初頭まで多くの音楽学校で教材として用いられた。本著作においてレイハ、霊派は、多調、四分音など20世紀の音楽を先取りする、作風さえ提唱しているが、 当時は評価されず、21世紀にようやく再評価が進んだ。一方、ライヒャ自身は評価については無頓着だった。その他一家のような著作がある。ありがとうございます。